多数の日本人がね、あの震災のことなんかもう忘れかけている時にですね、こうやってね、あのここのね、被災地のことを忘れないで、ね、一生懸命やってくださるって本当に ありがたいんですね。このね、やっぱり我々こう皆さんに忘れられないっていうのが一番 の救いっていうか、あれ力になるのでね、これからもまたお願いしたいと思ってます。以上です。